フリーズドライ、そのまま食べ味当てよう。何言ってんの、何言ってんの。フリーズドライ、そのまま食べ味当てよう。一体何をやるんですか。ちょっともうギュッと何言ってんの。フリーズドライね、これで溶かしてさ、美味しいものがあるね。あります、ね、いろいろありますよ、最近は、うんうん、あれをお湯でふやかさずにそのまま食べて、うん、これは何なのかっていうのを当てる王者。なんでそんなことすんだ。ここだよ、当てられたからって何も発生しない。いや、すごい唾液がお湯と同じ成分を持ってる人として認定されるから。つまりお湯唾液を、お湯唾液を、お湯唾液をやめだ。というわけで、はい、やるぞ。第一フリーズ。ね、そういうフリーズ単位。見た目でわかるんじゃないですか。ええー、あ、わかんねえ。わかったかも。あ、でも、チョコレート。なんとなくわかったかも。ね、ええー、すげえ。うん。いや、これだ、わかると思うんだよな。俺もでも、結構当たりついてるわ。買った当たりついてる。こんな硬い。あ、もう匂いでわかった。うん、うん、うん、うん。あ、多分、あれだね。うま、これ。で、うま。これ、いいね、お菓子として。いや、全然いいわ。おいしい。え、このままでうまいじゃん。めっちゃうまいよ。なんか、普通にスナックとして。うん。すげえうまい。すげえ。なんか、お湯で溶くから、うん、めっちゃしょっぱい、めっちゃ甘いみたいな、うん、あるかなと思ったけど、意外ともちょうどいい。ちょうどいい。全然うまい。これはでもわかります。これはあるでしょ。あれですね。全員正解だと思う、うん。これはもう、せーのだね。はい。せーの、はいはいはい、おー、すごっ。そういうことでしょ。小豆はですよ、これ、うん、確かに、ね、全然在じゃないよ、おしるこだよ。え、違うの、全在っておしるこ、いきなり全在。そんな始まり方ないよな。おしるこだよ、だ厳密に違うんですか。じゃあ正解お願いします。お願いします。はい、来い来い。はい、じゃあ皆さん、はい、見分けてください。はい、はい、おしるこ、はい、うまい、うまい。俺、お湯かけなくても全然いける。確かに全然うまい。美味しい。普通にお茶だしになる。ね、確かに確かに。渋いお茶と飲んで。これは発見もあるかもしれない。俺いいわ。おしゃれかもな。いいぞ。じゃあ、第2問、はい、お願いします。全問正解。じゃあ、フリーズっていうのやめたんだ。ええ、うわ、おい、これもうヤクのうんこじゃねえか。確かに。チューバッカのうんこなの。チューバッカのうんこなの、これ。チューバッカのうんこ、これはちょっと見た目では分からない。じゃあ、1個いただこうかな。甘いかしょっぱいかもよく分からない。コーティング、しょっぱ系でしょ、これ。あ、匂いが、うわー、すごい、うわー、これしょっぱ系だ。しょっぱだ。これ、行き過ぎたらやばい。あー、分かった。大しょっぱ。じゃあ、これも分かったね。いただきます。うん、バカうま、うまっ。激うまうまい棒じゃん、やばこれ。あ、うまっ。バカうまいよ、これ、しょっぱい。あ、でもかなりしょっぱいね、やっぱ、うん、やもうこれで飲めるわ、うん、これすごっ、まあ、なんだろう、スーパーうまい棒ですよ、これ。でも答えは味がさ、味はわかるじゃん。なんだろう、俺あれだ、これ食べたことあるよな。いや、その味の何なんだろうと思ってね。え、なんかナッツみたいな、ま、具みたいなの入ってるの、これ、具がね、火薬的なものが入ってる。場所によって入ってる。あー、しょっぺ、しょっぺけどめ、うめえ、しょっぺけどめ。じゃあ、今回はどっちからか行く。うん、本当に確かに分かれてるかな。ちょっと意見を聞きたいね、うん、じゃあ、加藤さん、はい、ビーフシチュー。あー、あ、僕も、うん、ビーフシチュー。ビーフシチュー、私も、え、あ、シチューだった。シチューか。シチューってシチューってホワイトじゃないの。ホワイトじゃないでしょ。シチューって言ったらね、今日はシチューよって言われてビーフシチュー出てきたことないよ。いや、そういうご家庭もありますよね。ある。え、なぜビーフシチューと書かなかったの、ね、なぜ、なぜサボった。ポークとか、そのいろんなシチューのかな、ブラウンシチューとか。いや、広く広く取っていこうよ。いやいやいや、ずるいな、ずるいな。僕はオニオンスープ。オニオンスープ、わかるね。いや、いるよ。ビーフシチューだったらもっと濃いんじゃないかなと思った、あのフリーズドライ。はいはいはい。だから、これスープぐらいなんじゃないかなって思うね。ビーフか、いや、確かにな。ごめんなさい、俺お味噌汁にしちゃって。えぇ、ー、ちょっとわかる。なんかね、ちょっとわかる。具をちょっと噛んでいくと、うん、和風の味がちょっとしたんですよ。あ、なるほど。緑のなんか入ってた。なんかネギっぽいやつが入ってた気がするんだよ。コンソメではあったよね。はいはい。そうだよね。でもそう、コンソメ感もあったよね。でもなんか和の感じもあったんだよ。これむずいよ。これむずかったかも、結構。じゃあ、ね、正解をお答えください。はい、シチューなのか。来い、頼む。
それでは正解はこちら。はいよ。ん？おじゃ。おーい。ありがとう。ありがとう。っていうのも僕のブロックのとこにキノコが入ってて、はい、ああ、なんだろうと思ったらゆっくり戻っていったのが、うん、あのマッシュルームだったんですよ。ああ、マッシュルーム、あれマッシュルーム白いのか。そうそうそう。いやあれ俺噛んでいったらちょっと椎茸っぽかったの。ああ、キノコ類、ね。だから和なのかなと思っちゃったかもしれない。確かになんかな。じゃあ波がすごい、これビーフシチューと書いた加藤さんが正解ってことになるんですね。確かにね、含まれてます。いやーという、そんなこと言ったら昼ご飯とか書いたらもうやば。そうそうそう、じゃあもういいですよ。なんかそれじゃあいい納得してない感じだ、ね、俺たちが悪いんだよ。今回とか今後私全部0点で、うん、あ、ほら詰めちゃった、そうなったら0点で違う。1ポイントね、ポイントでね、ポイントがね、そうだっけよ、ポイントからは入ってる。そうそうそう、0点で。そういうこと言われると思う。別の面倒くささで。じゃあ最後。第3問、うん、なんだ、お願いします。なんだ。あ、色が白い。お、おさらシチューじゃねえのこれ。こっちが。怖い。怖い。怖い。なんかこういうお菓子みたいな。具材なし。なんだこれ、え、これめっちゃさ、あれ、なんか草、え、さ、うわ、草、あー、生が、生草、うわー、草、ザリガニみたいなニュース、大丈夫、魚系ですよ、ザリガニ系、これ臭いね、こんなのあるでも、じゃあ海じゃない、いただきます、いただきます、ん、やばやば、うん、うん、おー、うま、魚介のなんつーの、食べるとそんなに濃くないですね、うん、なんだこれ、だしすっごい効いてるね、これ何これ、これを溶かしてる、うん、あーすげえ、わかった、え、マジで、はあ、優しい味だね、マジで何にもいないんだよな、は、具もないもんね、方向性わかんないけどね、この後味をそれを食べた後の状態だとして、うん、ない記憶をたどれば何を食べたかっていうのが当てられるのか、何言ってる、何言ってマジで意味わかんなくなる、めちゃめちゃ面白い気分なんだよお前、わかるようでわからないつまりこの後味を今食べた後と仮定してない記憶をたどれば何を食べたかわかるじゃない、何言ってんのない記憶をたどるってどういうこといいよもう0点ほら拗ねちゃうから、もう面白い、いや具材なかったよな、米とかもいなかったよな、はい、いやでもこれでもし米入りでしたとなったらちょっともうビビるしかないわ、確かにね、技術がすごいよ、いや、ちょっと待って待って待って、これいけど、これなんかビター系むずい気がするな、はい、じゃあ、はい、加藤さん、あ、むずい、僕ね、あら汁、あら汁、味はね、あら汁なんです、まあ磯臭かったです、だけど具にネギぐらい入れんだろうと思って、あー、残のなしのあら汁ちょっとひどいね、あらがないあら汁ってなんだって思ってちょっとね、微妙ではあります、私はね、はんぺん、ちょっとわかる、あ、生臭いしね、あれを切る前に戻すとはんぺんがなると、なるほどだね、あー、すごい、ね、不思議ね、でも味は確かにっぽい、僕は、はい、うん、あんかけ豆腐豆腐もあるってこと、いやなんかもう分かんなくて、ただ出汁の味だったんですよ、かつお節の出汁の味がめちゃくちゃして、なんかちょっとかけたら豆腐みたいな感じになって、はいはいはい、その料理なんだろうと思ったら、うん、あんかけ豆腐、あんかけ豆腐、わざフリーズドライでこれ食うやつかしらねこんな答えにくい商品を持ってくるわけないとは思ったんだけど、もう分かんなくて、関係わかんない、いや俺も本当に味噌汁ぐらいしか味噌汁だな、味噌汁だったとしても何の味噌汁だかっけ、カニ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 の味噌汁、じゃあカニ汁、カニ汁、カニ汁、カニ、どうかな、なんかやっぱ最初にちょっと甲殻類っぽい味が少ししたんですよね、はい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 、カニエビかなみたいな、ほんと、あ、アルバさんなんか自信ありげね、え、最初ね、かなり自信あるマジで、企画これでしょう、とろろ、とろろ、あー、え、とろろ、だし入りとろろ、とろろ、ネバネバになるってこと、うわ、
すごい、すごい、あ、え、すごいかパーツが今組み合わせたよ。確かに、わわわ、いや、すごいな。でしょ、これすごいわ。この見た目でね、成立する、ね、そう、ね、これ頼む。じゃあ、ちょっと皆さん目をつぶってください。はい、ボロボロなのか。正解お願いします。正解は、こちら、うん、うん、おい、おー、よっしゃー、すげー、これはすごい、やった。え、これ当てられんの、ほら、これすごい、加工出し入りのとろろだ。そうです、そうか、こんなのあんの、だから具がないんだ。そうそうそう、あれ水をちょっとなんだ、水50ミリリットル。なるほど、なんか粗かったじゃないですか、粒子が、うんうんうん、だからこう擦ったやつなのかなみたいな。ちょっとマジで唾液熱湯なんじゃん。唾液を？いや、とろろこれ当てられんのすごいな。全問正解。言われてみたら、いやすごい。言われてみたらそうだ。嬉しいですね。今日はでっかいビト。どうした？いや、これすごいかも。唾液なら僕です。いや、もう唾液ノックとしてやってる。唾液ノック？唾液ノック。こんにちはっつって。バーン。唾液ノックです。すごいな。こんなのがあるのも知らんか。確かに確かに。すごい。こう汁状になるものだと思ってね。言われてみたらそうだわ。次も当てたいな。なるほどね。じゃあ第4問お願いします。あれ、私のくらい、あれ、おい、白トロロじゃねえのか。トロじゃない、あれ、なんか違うよ。白白白でよ。え、わ、なんかベタベタしてる。やば、え、わ、ベタベタ、なにこれ。え、なんかくっついてるぞ、これ。なにこれ、粘性が高い。なにこれ、え、え、わ、なにこれ、え、え、え、は、甘くない、匂いもなんか、は、は、パン、パンパンじゃない、これ甘い。あ、なんか確かにパンっぽい。なにこれ。じゃあ、いただきます。もう食べてるの、は、ん、何これ。うわぁ、わかった、わかった、何これ。後味それだ、完全に、うん、完全にそうよ。ん、もう早いな、アルファ君、すごい。いや、全然わかんねえよ。もし合ってるなら、私苦手なんですけど、あ、そうだから分かったかも。なるほど、嫌なところが感じた。あー、やだみをね、あ、めっちゃ歯にくっつくんだけど、うん、うん、ということは、うん、とかもね、ということはだね。え、ということはだね。唾液王から、唾液王、はい、うん、唾液王の回答は、はい、気持ち悪いなこれ。唾液王はこちら、はい、甘酒でした。甘酒か、分かんなかった、餅。これは甘酒だ。これは甘酒です。酒粕の味がしましたよね。お米と酒ってことね。これははっきり分かった。正解お願いします。正解はこちら、うん、おー、よっしゃー、嬉しいね、ありがとうございます。こんなもんがあるのは知らなかったです、ね、このフリーズドライしなきゃいけないものなんですよ、これは ね、 ね、救急で年に1、2回ぐらいしか飲まない。恐れず甘酒苦手なんだ。そんなですね。あ、そうですね。でもその嫌いだったからやっぱ味がよく思い出す、ここがなーみたいな部分があったので、あーと思ったんで。なるほど、ね、嫌い様様ですね。最終問題、あ、もう最後、今のところ全部やべえ、当ててすごいよ、ね、すごい、当たればもうね、よだれきよ、よだれの王様、よだれの王様、お風呂の王様、よだれでいっぱいの風呂が、よだれ、よだき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 、お願いします。はい、うん、えぇー、は、これでも、これでも、え、これ一人の粒ぐらい、数万で、え、もしかしてあれ、え、引き湯じゃないだろうな。え、うわ、ベトベトしてる。これなんか服に色つけるものじゃないの。これもあれじゃないの、香りはない、あんまり匂いはしないね。え、じゃあいただきます。いただきます。あれ、うん、あれ、あれ、は、は、でする、なんこれ、あ、かすかにする、うん、いやでもあれだよな、え、こんな状態のものある、結構甘みがある、フェル、フェルト、よー、なにこれ、でもこの色なんだもんね、こんなのなんかある、うん、なるほど、名前ついてるか、これに、本当にちょっと水かけていいですか。いやいや、思っちゃうから分かる、水なの、分かるか、水かけても分かんない気がする。かけてみたいね、ここに関してはね。これ多分分かったと思う、これ色よね、やっぱね、でも ほぼ食べないと思う、ね、だから何かの表紙にふってこう巡り合います。これだけ食べることはまずないと思います。ああ、何を言っておるのか、おるのか、おるのか、彼は。じゃあ
わかんなさそうな方からわかんないですね。わかんないですね。スムージー。わかんない。広いな。なんかのスムージーです。わかんないです。紫ピクミン。何に強いの。こんな細切れで。ひどいね。だいぶちっちゃいね。砕いたんでしょ。かわいそう。わかんないっすね。紫芋とごまのポロポロイカ。何それ。これ簡単でしょ。え、これ誰かと同じなのかな。あ、せーので、せーので同時にね。はい、せーの、シャコスケ。え、全然違えじゃん。いや、しば漬けでしょ。しば漬けで全然しなくないですか。よく考えてもしば漬けでしょ。まぁ、ちょっと味は確かにしなかったけど、味しなかったらやばくない。しば漬けだいぶ強いんだよ。これでももうさ、色で思うけど、お弁当の端っこにあるあるって感じになる。口に入れるまで私もそう思ってね。全然酸っぱみとか、なんかもっとゆかりみたいな味するよ。だからやっぱそこは溶け出してきてないんだよ。しば漬けの良さがまだ。この状態でお湯入れることで、急にしかないと思う。色はね、そんな感じです。ドラゴンフルーツを、これゴマじゃなくて種なんじゃないのって思うんですよね。ドラゴンフルーツジュースの素みたいなことなんじゃないの。これかけてわかる。かけたらしば漬けがふわっと出てくるんじゃない。しば漬けじゃなくない。絶対しば漬けしょっぱいよ。しば漬けビチャビチャのイメージもないんだよ。しば漬けって、まあ一回普通に袋をね、確かに見る。なんでしょう。じゃあお願いします。正解はこちら。うん、うわえ？全問正解だ。嘘だろ。何これ。カンニングかも。してない。始まる前にちょっと水飲みに行って。確かに水は飲む。全部見てきた。水は飲むって。これ外してた方がまだバレなかった。いやいやいや、これ当てちゃったらもうよく書いた。よく書いたな。いやいやいや、このサングラスに答えが出てるんじゃないの。すげえ気にしちゃって見えねえな。すげえ気にして。ほらマジだ。種が入ってたんだって、このつぶつぶの種が。すごいな。なんかさ、アサイみたいなやつにするとき、そう、僕アサイと迷って、アサイとも書いてたんですよ。するとき用のやつでしょ、多分。そう、アサイとヨーグルトとかに入れる用のやつとか。アサイで外してた方がちょっと凄みあったの。いや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 、そうね。いやいやいや、ここまでやられるとちょっと逆になんか。いや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 、ドライな対応すんなよ。あ、それも言おうと。それも言おうとしてない。もう考えない。全部ない。全部当てちゃダメなんですか。クイズなのに。クイズ。いや、すごすぎるよ。これ分かったのすごい。いやー、ありがとうございます。なんでこんな天才がいたの。やばい。もっと他のやつもなんだ当てれる。僕いける気するわ、じゃあ。すごいね。超難問でもいける。いける。これ無理でしょ。ツバなら任せてください。ツバ足りなくなったら言ってください。郵送でね、行くんだよ。ツバフェス。ツバフェス。おもころチャンネル。はい。はい。というわけで、優勝はアルバ。よっ、ツバキ。ツバを。ありがとう。ドラムの王様。大記録。天然に取れなきゃダメ。優勝したんだよ。褒めて、褒めて。大記録はダメだろ、なんか。なんかすごいよマジで。いやー、来てるわ、冴えてるわ。すごい、ありがとうございます。難しかったね。いや、すげえ難しかった。うん、これのすごい人ってどうなってるんだろうね。誰がすごいんだろう。何がすごいとこうなるんだろう。味覚なんだろう。味覚、記憶なんだろう。記憶か。ドラゴンフルーツの味なんて怒ってる一人もいないでしょ。種とかさ、味変わっちゃってるし。はい、はい、というわけなんで、皆さんもフリーズドライをそのまま食べてみてはいかが。意外と美味しい。いかがか。おしろおいしい。意外と美味しい。意外と美味しい。ビフシュアスめっちゃしょっぱい。しょっぱい。でもうまい棒みたいになる。できるのとろろか。本当にあるのかな。わあ、とろろには見えないよな、これ。これで、しげまる。あわあ、すげえ。マジか。うわぁ、うわぁ、すげえ。とろっとした。とっとんっていうね。本当にとろろじゃん。すごい、すげえ。マジか。めちゃめちゃすげえ。ビーズドライってすごい。いつでも食えんじゃん。唾液王のウイニングとろろジュルジュルです。うわぁ。お願いします。お願いします。お、いい音。うめえ。うまい。めっちゃうまい。だしの味めちゃしたもんね。だしの味めちゃめちゃして、ご飯にかけてめっちゃ合うと思うよ。便利。ね。
最高じゃん。こんなんあるんだ。そうなんだね。すげえ。知らなかった。いいわ。